はい、速稼塾の久保です。最近はね、ビットコインも170万円前後推移してますよね。これは2017年のビットコインバブルという言われる、ね、時期の、まあ、兆候でもありますよね。秋口からこのぐらいの値段になって、12月にはね、本当に240万ぐらいに急騰したということで、そこからね、大ブレイクを起こして暴落ということになります。要するに利確をする人が多かったのが200万から240万の間だったということなんですよね。現在はですね、一旦その反転した240万の壁に向かってどんどん進んでいるところなんですけども、私申し上げたように100万円を超えたらね、もう買わない方がいいと、買う度胸はないということでございます。95万前後でしっかりとご購入できた方、私が呼びかけていったのは68万の時からだったんですけども、これが100万を超えたらもうね、買う度胸ないですよ、買う資金がないですよって言って、最後95万前後で最後のね、買うチャンスですよということを申し上げました。そして今年に入ってからは、買ったらもうね、他の投資ごとに使わないこと。なぜなら、なんでこのビットコインの価格が上がってるかっていうと、一つの要因としてはですね、暗号通貨の詐欺商材がたくさん出ていて、その詐欺商材に参加するのに BTC が必要だから、便宜上交換してるだけであってですね、その詐欺商材が飛んだ後っていうのは暴落が起きるってこと、これをね、世の常なわけなんですよ。まあ、ですんで95万まででしっかりとホールドした後は、あとはね、ビットコインをね、持っておくだけが一番いいよってことでした。もちろん今この瞬間で利確をしてもいいと思います。10ビットコイン買った方いましたよね、当時95万なる前にね、800万ほど投じたって言いますけども、今それがどうですか、かなり増えたでしょ、倍になったでしょ、だいたい倍になってると思うんですよ。じゃあ今決済して、ね、目標利益達成じゃないですか。1年も経たずにきっとこの値段になったんじゃないですかね。6ヶ月で資金が倍、当時私がね、6ヶ月で倍になりますよとは言いませんでしたけども、持ってるだけで 30% 以上の利益が出るんじゃないですかってことを大きく超えて、十分な利益をもたらしたと思いますんで、95万前後でね、あの時ね、私の言葉をそのまま直球で信じてくださった方、いつ決済してもいいんじゃないですか。ここで半分でも売ってね、投資資金は確保した上で、あとは高みの見物でよろしいかと思います。あとはね、無限に勝つだけです。ビットコインはまだまだ上がりますけども、現在この150万円を超えた金額でね、買える度胸と資金のある人はもうなかなかいないと思います。95万で買えなかった精神力と資金力、これがね、170万で買えるわけがないと思いますけども、いかがでしょうかね。まあ、ですんでね、今から買う人は本当にね、高値掴みのリスクっていうのを常に抱えながら、しかも上昇したところで利益幅っていうのはあんまりないでしょ。だからやっぱり100万超えるとね、難しいわけなんですよ。というのが私がずっとお話ししたことのまたね、焼き直しになります。ではね、それでもビットコインにはチャンスがあると思いますので、余剰資金の範囲でビットコイン 0.01 でも買っておいたらいいんじゃないですかね、ということでございます。失礼します。